日曜日のフードコートにて、嫁がたこ焼きを買うために、俺は息子と席で待ってた。そして、念願のたこ焼きを買えて、ほくほくと嬉しそうな顔した嫁がこちらに向かってくる途中、嫁の背後から男が嫁をガッと抱きしめた。俺、わけがわからず、声も出なかったんだけど、嫁が慌てて、太郎さーん、太郎さーん、仮名、と、俺の名前を呼んだから正気に戻った。男に殴りかかってやろうかと立ち上がるも、抱きついた男の方が困惑してた。結局は、男の人違いだったんだけど、なんと、実の娘だと思ったそうだ。確かに、嫁は身長低いし、背後から見たら中高生だけどさ。公共の場で、娘に背後からハグするか、普通。この光景を見てた男の家族も現れて、謝罪の嵐だったけど。男の奥さん、ものすごい男にキレてたわ。娘からも、お父さんキモい、と言われてた。みんなして謝るもんだから、その場で解散したよ。嫁は、たこ焼き落とさなかった。とドヤ顔してたけど、俺の名前を呼んだ時の、ものすごく焦った顔は忘れられないわ。しかし、すぐに、俺の名前を呼んでくれて、少し嬉しかったとは嫁には言えない。